この春から先輩と遊ぶようになってもう1年も終わりっすか。ああ、あっという間だったな。私も先輩も特に何も変わることなく、きっと来年もこんな感じなんでしょうね。何も変わることなくか。ま、焦らずじっくり行きますね、宇崎。なんでもないっす。では、宇崎ちゃんが遊びたいダブル最終回、来年も一緒に遊びたい。宇崎、俺は